行動を取るなんんででそに怖いんですかあの僕は次元上昇のねプログラム2017年にあって、えーえー、500人がリアルセミナーに来て、はい、500600、まあ、人近くのだから合計1000人ぐらいの人たちが1年間に一緒に事業上昇について学ぶってことやったんですよ。えー、で多分8割ぐらいの人たちが結構変わったと思うんですけど、えー、2>, 2割の人はまあそうんです、えー、まあそれでもいろんなことあったと思うんですけどね、えー、でその人たちに聞いてみたんですよ。えー、何,が何,何で行動してなかっったのって 女の話を聞いたら、ええ、行動したらなんかな,なんか怖いことが起きるんじゃないかって思ったって、うん、でそれは人生が悪くなるってことも怖いんですけど、うん、実は人生がすごいことになる良くなるっていうのが方がもっと怖いんですよねなので僕は失敗よりも人は成功を怖がってるんだと思います、うんうん、でも例えば まあ、若い男性が素敵な女性が目の前にいて、はい、声かけたいんだけど、うん、声かけれない、はい、それはまずその一番表面的なところは拒絶の恐怖ですよね、うん、でもそれも怖いんだけど、うん、それがうまくいって超ラブラブになっちゃって、うん、もうすっごい幸せになってから彼女に捨てられる方がもっと怖いんですよ。うんうん、えそれ 若者は声かける前にそれが無意識的に考えて,るている、はいはい、例えばだから実業家とか起業家で見の怖いのは、えーうん、その未知への恐怖なんですよ、うん、断られたらそれで世界は変わらなくて済むでしょ、えー、起業せずに自分の今のサラリーマンとかを得の仕事を続けていったらやめなくてもいいんですよ、うんうん、そ変化もない、うん、でももしやめてしまってそれがね悪くなるこれはね、うん、いや,いやだっていうのは頭でわかると思うんです、えー、でもそれよりはうまくいったらどうしようって そのなんかこう自分が悪いやつになっちゃうかもしれない、うん、両親にがすごく悲しむかもしれない、うん、あるいは、まあ、友達に嫉妬されるかもしれない、えー、だから人はやっぱり失敗よりも僕は成功の方を恐れてると思いますね、はいじゃあ行動が必要なんだけど失敗するのも怖いし成功するのも怖いそうでそれで結局動けなくなっちゃ,なくなっちゃいますよね,ね、はい、で例えば子供を見たら分かるんですけど、うん、ブランコがあそこにあったとしてね、うん、座ってたとしましょうよ その時に、ブランコがそこにあるからっていう時に、「あ、ブランコがある。あこれ、行動しなくちゃいけないな。」と思わないんですよ。うん、ブランコがあったら、すぐ席を立って、そっちの方に行くんですよ。うん、その時に、自分に行動力あるかとかって考えないんですよ。うん、なので、自分がワクワクすること、心を奪われるようなこと。例えば、「この人好きだな。」と思ったら、「もう、君のことが好きなんだよ。」って言っちゃう。うん、もう、「お、しまった。」みたいな形で言ってしまうものなんです。うん、なので、相手に拒否されるかどうか。 そういったことを全く無視と視とか気にならないぐらいそれやりたいその人に近づきたいっていう気持ちが高まっていくと、うん、自然と行動ってできるもんなんです、まあ、そういったことから考えると、うん、本当に自分のやりたいこと、うん、それに心を奪われてしまうってことが必要なんです、うん、で例えば本当に海外に移住したかったり本当に独立したかったら気が付いたら独立必要なもんなんですよ。行、うん、行動力を持たなななくくくくちゃじゃじて、て、うん、好きき彼女ののとこに行くのは別にその、朝、ね、早く起きて ええー、百キロ運転するとか、うん、あるいは夜中に彼女が。会いたい、あれ彼氏が会いたいって言ったら、百キロだって喜んで運転するもんだと思うんです。うん、なので、そこに行動力が必要だとかっていうふうにはならないんですよね。うん、なんか、やっぱ恐怖を感じるときに。具体的な。まあ、アドバイスなんかないですか、うん多分。検査も多分恐怖感じ。 って時もあると思うんですよね、うん、若い時とか、うん、その時どうやってその恐怖行動の恐怖を乗り越えたとか、はい、恐怖っていうのはね、えー、ワクワクと恐れの長の恐怖っていうのはワクワクと,ちょっと反対側にあるものなんですよ、えー、なのでジェットコースターで前半は怖いでしょ、えー、そして後半はワクワクするんですよ それと同じでだから恋愛であそかい「ノーって言われるのも怖いけど「イエスって言われるのも怖いんですよ。何が起こるか分からないっていうのが怖いんですよねそう。だから恋愛で考えてみてくださいこ,のこれ告白して「うん、好きだ」って言って「ノーって言われるのこれは痛いのは分かりますよね。でもその傷ってのはそ,、うん、そんなに長がかからないんです癒されるのに、うん、これ「イエスって言われたとどうしますもうどうしていいか分からなくなっちゃうんです。 このあともう一っに次のデートに誘えばいいのかうどうしたらいいのって思うから困っちゃうんですよ。で困っちゃうのはどちらかというとイエスって言われた方だと思うんです。なのでじゃあ独立する、うん、あるいは海外に行くそのチャンスがひらあの開いたドアが開いたその時に人生最大の恐怖がやってくるんです。断られたってことは怖い怖さっていうのとワクワクっていうのは表裏一体でついてくるものなんです。なのので、僕は必ずやっっての怖いと思ったら、 僕はどこにワクワクしてるんだろうって翻訳するんですよ例えば英語で本を書き始める、うん、怖いな、うん、逆に言うと日本日本人で百年ぶりに英語で本を書き始めた、うん、こんな面白いことないだろうと思ったら怖さがワクワクに変わるんですなんかワクワクすることをやってたら、うん、今度あワクワクしてたらお金が収入に入ってこないとかっていう恐怖が追いついてきたりとかありますありますありますよね、はい、その時にはこっちに来てるってことですよね<ん>でももし入ってきたらどうしよう このお金、ね、どうするって成功しちゃったらどうするっていうふうになるとこちらでいけるはずんです。でこっちに行ったらまたこっちに戻すこっちに行ったらこっちも戻すこうやって人の心って動いてるんですよね。例えば実際にじゃあ彼女か彼氏がイエスって言って付き合い始めたとしましょう、ね、そうすると今日も僕のことを私のことを好きでいてくれるかなって思うと恐れの方に行くんですよ。 不安とか恐れっていうのは多分付き合い始めた時の方が大きくなるはずなんです。だから今日はすごく会うのワクワクするけど、うん、会うのが怖いってあるでしょ。うん、ありますね。はい。なので不安とワクワクっていうのは必ず表裏一体出てくるものなんです。でこれをこのエネルギーを上手にコントロールできる人しか 自分の幸せを手に入れることはできないんです。不安を感じてて、もうこれだけで、一つだけだって言うと、人生は不安だけで終わっちゃうんですよ。なので、人生にはね3つの生き方があって、はい、不安だけできる人と、えー、ワクワクだけできる人、これ、あんまりバランスが良くないんですよ。不安とワクワクを交互に繰り返しながら、どちらも楽しめる人が、僕は人生を本当に楽しんでいる人だと思うんです。なので、これをご覧になっている方が、<れ>いや、怖いからやめとこ、 そうすると不安だけな人生なんですすよ。うんはい、そうするとねあの皆さんのお墓に不安だけを生きあの感じて生きて死んだ男をここに眠れて書きたいかってことですよね。うんはい、でかといってワクワクだけワクワク中毒みたいになってて、好きなことやってて、うん、周りの人たちは全く無視するこれも一つバランスが悪い生き方ですよね。なな、うん、なので、いろんな不安を感じながらも、ワクワクと、 えそれから喜びを選んだ男あるいは女ここに眠るっていうふうに書かれたいかそれをよかったら考えてもらいたいと思いますねそうですね、うん、ケンさん今日は本当に、はい、本当にありがとうございますはいこちらこそ楽しかったです Thank you so much、はい、Alright l thank you so much for checking out the video and I will see you next time on クリスの部屋 I love you guys thank you Bye bye.